コンビのデメリット、例えばね、ナポレオンズとしてやりたいマジックがあるとしても、私がやりたいマジックはできない、そこでね。私がやりたいマジック、だから私はソロでやってるわけ。あだから名前出して、あ、いいんだけどさ、藤井明さん、あの人はすごいわ。テクニックはあるじゃないですか。で、マジックもできるじゃないですか。で、逆に言うと、そのテクニックの番組にも出られる。あの人はほら、本来マニアだと思うから、私もそうだけど、両方あって叱るべきな、生き方としてはね。プロとしての努力、才能、運。努力、才能、運ね。まあね、とりあえず運から話すとね、簡単なことはね、運の強い人に近づくことなんですよ。これはもう、よらば大樹の陰だろうが、なんとか文句言われようがね、運のいい人に近づいてくる。で、運がある人はね、やっぱり運をまき散らしてくれるから、運のある人についていくんだけど、問題は、その人に嫌われないようにしなきゃいけない。これ大事でしょ。運のある人行こうとも行けますよ、それ誰だって。だけど、その人がこの人を嫌いだったら、もう話もしてくれないじゃないですか。そのためには自分はどうしたらいいかと。まず、じゃあ、礼儀正しい。社会的な知恵を持ってる。普通の人でいい。で、相手を尊敬する。こんだけあれば、運のいい人は可愛がってくれますからね。はい。まあ、それが気がつかないんだな。運ってのはね、家宝は寝て待てって言うけど、寝てたら来ないですよ。これね、男子師匠が言ったんだけど、家宝は寝て待てじゃなくて、家宝は寝って待てと。伊藤編の東ね、寝る。アイデアを練ってて待ってろということなんだね。ただ寝てるんじゃないんだよ。家宝は寝て待ってじゃない。練って待てと。用意しとけと。これは正論なんだよね。だから家宝を得るためには、運のいい人に近づく。努力。悪いけど私努力してますよ。本当の話。自慢じゃないけどね。前も見せたけど、ロープでこうワンハンドでフリップノット作るの。これ、百瀬さんがやってましたけど、真似してやってました。もうできなかったね。でも何年も何年もやってるうちできるようになってね、今最大で結び目4つできることができましたね。これ努力。で、これね、マジックでこれ営業で使えませんよ、それ。何のためにやってるか。自分のですね、才能を高めるためにやってるの。努力ってのは。努力ってのはそういうものなんですよ。日々怠らずやってる。でも努力なんてね、あれですよ、癖になるから、もう修練だと思えば全く苦にならない。続けて努力すればいいんですよ。サボっちゃダメです。あとね、あれだね。さっき戻るけど、運。あ、運じゃない。夢。夢の話までしましょう。夢の話。私はプロマイスターになりたいって夢。私は夢っていう言葉はね、一つのことしか使えないんでね。何かというとね、宝くじ。宝くじ当てること。これ夢。夢っていうのは実はね、実現できることは夢にしちゃいけない。宝くじって当たらないですよ。だけどね、買ったら夢があるじゃないですか。当たらないの分かってて。ってことはね、夢じゃなくて何かっていうとね、目標って書かなきゃダメなの。私の夢はプロマイさんで食えることです。こんな夢じゃないです。叶っちゃうから。私の目標はにしなきゃダメ。目標にすると手が届きやすくなるから、夢とは言わずに目標はプロマイさんで食うこと。ほら、なんとなく食えそうな感じするでしょ。目標って言葉使わなきゃダメなんです。そんな感じかな、うん。努力で食えるか。努力で食えないよ、うん。努力はあれですよ。自分の中のエネルギーみたいなもんだから。努力って、ね、エネルギーになる。いつかチャンスが来た時、さっき言って運のいい人に近づくとかね、なんかの大会に行く、そういう時のある時に努力してれば、もう、肥やしですから。そのための努力。努力で食えないですよ。努力以外にしなきゃいけないこといっぱいあるじゃないですか。